All right, what is going on, guys? It's Sage here, and welcome to another part of the playthrough. We are going to finally do the Shori story quest. And, yeah, Shadow of Yor. Yor, right? Not Yore, Yor. Go to Pearl Galley. All right. What? Okay. Hmm? まさかここで会うとはな。Hello, it's been a while. ご友人かしら。ああ、ついこの間知り合ったんだ。見聞が広く、博学多才で、いろいろとためになる。歴史上の岩王帝君について話し合っているんだが、お前も興味あるか？この方は岩王帝君の力を甘く見ているようでな。プロの考古学者として少し訂正してあげていたんだ。Actually, he is. ちょうど今、世界最初のモラの話をしていたところだよ。世界最初のモラ？岩王帝君の導きにより、先人たちは功績を精錬し、諸国と貿易を展開したのは誰もが知っているだろう。今のリーウェには、全大陸で唯一モラを製造できる権利がある。そして最初のモラは数千年前に岩王帝君が作ったと考えられる。私の考察、それから推測だと、この歴史的意味のあるモラは記念品として今も大事に保存されてると思うわ。 What is this crack behind the teapot? What is that? 例えばリンユエを管理する七星は就任前に秘密裏に行われる儀式があって、そこで。いやいや、私の研究だと、この最初のモラはそう単純なものではない。ご存知の通り、モラは触媒の一つである。今もモラを使って武器を強化する術が存在する。Really? Okay. 世界最初のモラには強い力が秘められているはずだ。だから今度出す私の本でこの10年間の研究成果を証明してみせようと思っている。ズバリ岩王帝君はそのモラを使って刀と剣を強化したという歴史を。刀と剣を？知りたければ私の本を買うといい。ちなみにその刀と剣を手に入れればリーユエの王になれると言われ。それはどうだろうか。おや？刀剣の真相の考察は置いておくとして、モラが生まれた理由は契約を結ぶための手段だ。モラを使って取引させることこそが本意だと思う。だから最初のモラも普通に通貨として使われているだろう。Oh, okay, well, alright. 私は関学殿の仮説は面白いと思う。逆に勝利殿、なぜ証拠もなしに否定を？ Because he's the god. He's your god, bro. Come on. いや、俺はあくまで事実を述べたまでだ。私よりも岩王帝君の御心がわかるというのかい？ I'm gonna try this one, actually.歴史に関しては俺も詳しくない。Oh, okay. So, だが、意見が分かれなければ、切磋琢磨もできなくなる。So, pretty much, it's like we're just like behind them and like they're talking and yeah, we can't really interrupt them. では聞こう。千年前、岩王帝君が先人たちに建築の技術を教えた。その時使われた模型は全てモラで鋳造されたものだった。そうだね。その通りだ。では仮にモラに侵力がないとして、なぜ岩王帝君はそんな贅沢なことをしたのだ？簡単だ。それはモラが最も手に入りやすく最もコストのかからない材料だったからだろう。That's actually very true. え、うん、You're telling someone else. 岩王帝君の話だからな。Yeah, okay, buddy. 勝利殿、その考古学に関してあなたに聞きたいことがあるんだけど。
場所を変えて聞いてもいいかしら。なあ、構わないが、友人も一緒でいいか。きっと力になると思うぞ。ぜひご一緒してほしいわ。さあ、行きましょう。All right, South Floor. Is that how you pronounce it? I'm very sorry if I butchered that. Head to the stern. Okay. I am very interested. Did she figure out something? これから話すことは少し眼神に対して不敬だから、人の少ない場所の方がいいと思ってね。勝利殿の話は理にかなっていた。多数の意見になびくことなく、非常に客観的だったわ。だから、他の学者とは違う答えがもらえるかと思って。勝利殿、眼神に殺された魔人はみんな悪だったと思う？ Wait, what? He killed someone? Or like, what? 善悪はさておき、眼王帝君は契約を尊ぶ。だから殺された魔人はきっと契約を保護にしたはずだ。罪もないやつを殺すなんてこと、眼王帝君はしないと思うぞ。でも、考古学の研究をしていく中で、潮の魔人に関する伝説を耳にしたわ。I imagine he's very salty. I'm gonna stop. 潮の魔人、ヘウリア。彼女は善良な魔人だった。でも戦争でモラクスに。いや、彼女だったか、ごめんなさい。彼女だった、マジ、モラクスに実に不名誉な方法で暗殺された。え、嘘だろ。パイモンスペース just like turned into Yo, is that true, man? Is that true? それは話せば長くなるが、真相もお前の知りたいものではないかもしれない。構わないわ、知ってることを教えてほしいの。ずっとこの件を調べてきたから。いや、ただどこから話せばいいか。おお、いたいたいた。勝利先生、探したぞ。武器を下ろせ、離れろ。戦争軍に通報するぞ。武器なんか持ってないんだが。なあ、落ち着いてくれ。俺はスネージナヤから来たただの考古学研究員だ。Sure, dude. ファデュイは信じないぞ。ちゃんとリーウェ総務士にも報告したし、正式な許可書類も持ってる。これからリーウェで考古学調査を行い、その調査結果を全て総務士にも共有することになっている。それで王城堂の勝利先生は物知りだと聞いて、俺の顧問になってほしく王城堂に大金を支払ったんだ。つまりは王城堂の仕事だな。仕事なら仕方ないさ、王城堂には世話になっているからな。さすが勝利先生。じゃあ今すぐ出発しようか。どこへ？待って、私もついてっていい？私も考古学者だから役に立てるわ。おお、では先ほどの話はまた後にしよう。そうだ、お前も一緒に来い。 She has a knife? okay, I'm sorry, I didn't care. She's a little too. I don't really know anything about why. この先の経験はお前の力になるかもしれない。Well, that's coming from a god. I can't really say no. あれは七神が確立される前のこと。お、魔人はもういないし、お前の目標でもないが、お前の旅に少しは意味をもたらすと思うぞ。お、待て、これは観光じゃなくて考古学チームだ。人が多すぎる。ほらほら。しかし俺の友人には唯一無二の才能がある。かなり役に立つと思うぞ。Speaking of treasure finding, if you get Liu Wei reputation level 6, the treasure compass is very, very useful. It's very, very useful. It's so good. へえ、どんな才能だ? I got constellation 6 on my animal.
Does that count? 宝箱を絶対に見逃さないという才能だ。Ooh, okay. オイラも得意だぞ。確かに役に立つな。許可しよう。では早速、例の渦の魔人が軍玉閣によって鎮圧された場所を見に行こう。何かあるかもしれない。Whoa. Whoa. 古物や痕跡、魔人のかけらがあればもっといい。とにかく、きっと何かしら収穫はあるはずだ。Okay. Well, I did not expect for him to say wanting a limb from a god, but I mean, hey. So yeah, Guyun Stone Forest. Ooh. Ooh. 特に変わったところはないな。価値のあるものを見つけられるだろうか。I mean, it's your idea to go here, man. Come on.結構壮大だと思うぞ。Ooh, is Paimon going to tell us a story? 景色の話じゃない。あんな対戦があった後なら何か違和感を覚えるところがあるはずなんだが、今はどこから探せばいいかもわからんな。ここは古雲閣。魔人、もしくは魔人戦争の歴史を研究したければ、ここが最高の場所になる。伝説によると、岩王帝君は岩の槍を海に投げ、魔人を封印した。Wow, okay. その岩の槍が長年の風化を受けて、今の景色となった。I'm sorry, man. I just can't get enough of like Genshin's like storytelling, especially with like Venti and like Shori. Pretty much every single time they tell a story, it's always engaging, especially withIf you get the right atmosphere, like, I mean, it's at night, but at the same time, the song or like the BGM sort of carried that. It's really good. I love it so much. こんな大きい山が岩王帝君の武器？俺たちが見ているのは氷山の一角に過ぎない。あの時、帝君が投げた槍の数も体積も、これをはるかに超えている。ただ、角度の違いや、それから海水や重力の影響で、その多くは海の底に沈んだんだ。そのため、風化だけでなく、最初の崩落も、古雲閣が出来上がった要因の一つとなっている。じゃあ、あんな桁外れの力を持った者と戦った魔人も、きっと強かったんだよな。ああ。だから古雲閣には研究の価値がある。あの歴史と関係するものの多くは海に沈んだが、渦の魔人が大波を引き起こした影響で何かが見つかるかもしれない。つまりちゃんと探せばきっと大儲けでき。 Why do I feel like his voice actor is Guy from Naruto? こほん、収穫はあるってことだ。それなら安心だ。I wasn't expecting that, but okay. この人数なら手分けして探した方がいいだろう。ああ。では俺は友人と共に行くことにする。雑学はわかるが、プロの考古学者の前で恥をかくのは遠慮したいからな。Oh, wow. Okay. え？あ、あたし。なんだ。あんたの本職だろ？なぜ驚く？わかったわ。では、案内するわ。ああ、珍しいものを見つけたら、そうだな。対岸で落ち合おう。Okay. あの古い魔人は元素の痕跡を残したはずだ。それをたどってみるといい。おう、元素資格で確認してみようぜ。I did not expect.For like a little bird, just crab. Crab. Ame no yona. Yow! Nigasanai! Matataku mani. Nande koko ni mo teki ga irun da?
幸運閣はもともと魔人を封印した場所、それらの残滓が今も影響しているんだ。陣営のごとく、ディア、 What? Are you not dead? Crude sack. こいつらなんでここに集まってくるんだ。おそらく真ん中のあれに魔人の力が残っているからだろう。しかし彗星の原型銃か。契約がある限り個人の感情は関係ない。そいつらを倒してあれを回収するぞ。ただの石板か。その割には模様が独特だな。これで何かしら情報をつかめるはずだ。戻るぞ。 OK。 陣営のごとく。 Way above? No, below, right? Oh. あんた、本当に考古学者か？何も知らないじゃないか。本当に大丈夫なのかよ。 You calm down, man. 術業に専攻ありって言うでしょ。ちゃんと説明してるじゃない。喧嘩はやめろよ。何があったんだ。こいつ考古学者なのにこの辺りの遺跡について何にも知らないんだよ。むしろ俺の方が詳しいくらいだ。だから俺の勘と経験で価値のありそうなものを持ってくることしかできなかった。ああ、時間の無駄だったかもしれない。私はずっと塩の魔人の研究をしてたんだから詳しくないのも仕方ないでしょ。そっちこそモラのことしか聞いてこなかったじゃない。貴重な文化財の価値をモラで測ることしか知らないの。それはモラで言えば一番わかりやすいだろ。まさにリーユへの伝統だ。二人とも少し落ち着け。お互い見つけたものを一緒に確認しよう。ふん。そちらが見つけたものは確かに渦の魔人の影響で騎士に上がったものだが、魔人とは関係がないな。残念だがこの海域にもともとあったものだ。一方俺たちが見つけた石板には不思議な模様がある。魔人の力も残っているな。あ、早くそれを俺に渡せ。 I'm so sorry. これで収穫はありだな。魔人の力、これを探してたんだ。 Of course. コホン、他のものも少しは金になると思うし、顧問料を回収できるはずだ。全部俺のものだからな。魔人の力がないと研究価値がないのか。ううん、私が塩の魔人の歴史を研究しているのは歴史が文化と信仰を教えてくれるからよ。あなたはお金のことしか考えてないみたいだけど。バカ言え。俺はスネージナヤの考古学研究員だ。正真正銘な。そうだ、あのコップは売らない方がいいぞ。ん？なんでだ。あれは行幸のコレクションで軍玉閣と共に落ちてきたんだ。七星を敵に回したくなければ。ん？金になると思ったのに。 He remembers!Oh, okay. ほらまたお金の話。だったらなんだって言うんだ。研究成果も金もどっちも得るに越したことないじゃないか。さ、ここは終わりにするぞ。そうだ、塩の魔人、そいつには俺も興味があるんだ。次は地中の塩に行くか。 Are we going to open that one seal?That was closed? It is. It is! It is! Oh my god! Yeah, the seal is actually closed off in the full version.
Whereas in the beta, it was actually open and I could have... Oh, not could actually. I actually did went in. And it was just... pretty much just random things and treasure. And that's literally it. Not gonna lie. I mean, it makes sense because, you know, there wasn't really anything anyway. Because, you know, it wasn't meant to be explored yet anyway, so... Oh my god! Shio no Majin no Tami ga kurashite ita basho da to kiita. Ah, kitto kachi no aru bunkazai mo ooi darou na. Wait! Oh my god, this game. Densetsu niyoruto, Shio no Majin, Heuria no kago o uketa Tami wa, tashika ni shiawase na kurashi o shite ita. Shikashi, kono densetsu wa furuku kara ari.ここに来た宝刀団も数知れない。価値のあるものはほとんど残っていないだろう。Yeah, also this tablet right here wasn't in the beta. This seal, of course, it's like placed in the full version, but this tablet wasn't even in the beta. So, you know. ち、来なければよかったな。実は洞窟の奥に塩の魔人関連の遺跡があるの。それが地中の塩の由来にもなっているらしいわ。ただ遺跡の入り口は封印されているみたいで入れないのよ。関係のありそうな装置は見つけたけど、解除しても封印は微動だにしなくて。その封印の由来も解除方法も塩の魔人の研究にとって重要な課題になっているわ。物証がないからわからないわ。でも封印の多くは真実を隠すために存在するものよ。けど塩の魔人は優しく力もあってみんなに愛されていた。見せられないものなどないはず。だから真実を隠したいのは犯人のモラクスだと私は考えているわ。岩王帝君はそんなことしないと思うけど。そんなのどうだっていい。それよりその遺跡には塩の魔人の宝物があるんだろうな。人の話を聞きなさいって。あったとしても封印を解かないと入れないわよ。勝利先生がいるじゃないか。何でも知ってるし封印だって楽勝だろ。あの封印は長いこと存在していて謎だらけだからきっと勝利殿だって多少ならわかる。 Of course, of course, of course. ええ封印に関する言い伝えは雑然としているように見えるが、実は解除の仕方もちゃんと伝わっているんだ。封印と関係がありそうな装置の話をしていたな。まずは、うん、oh, I'm sorry, I'm very sorry. 勝利殿がそう言うなら案内するわ。 Alright, where is it? Go to the first contraption. またかく間に。ここよ。この辺の残骸を組み合わせると塩の魔人に関連するものに見えるの。ヒント通りにある角度から見ると装置は解除できる。ほら、解除できたのに封印は微動だにしないの。それはもう一つの装置を同時に解除しないといけないからだ。もう一つ。ああ、俺が案内しよう。 This guy, man. ここ、ああ、変わった元素石碑があったわ。これも関係があったのね。封印を調べるために神の目を持った人を雇ったんだけど。 None of us have visions here.We're pretty much just blessed. I mean, we're with a god, and I'm like pretty much the MC of this game, so I don't need a vision because I'm OP, and yeah. But we have Paimon. Does that count? 石碑に明かりをつけた後、何も起こらなかったのよね。ここの石碑は正しい順番で明かりをつけないと封印の解除ができない。そしてヒントは。
魔人戦争に関する文章の中にある。南は天候、東は陽光、西は絶運、北は計策。広いリーウェに居場所がないとは。I'm sorry. These seals are 100% new. 100% new. え？なんだって？意味がわからないぞ。それ、聞いたことがある。ああ、この文章は潮の魔人とも関係がある。この優しい神は苦しむ民に居場所を与えるため、リーウェ各地を歩き回った。しかし、あの戦火にまみれた時代、一国の平和でもかなり贅沢なものだった。最後、彼女が見つけたのは、今の地中の潮という場所だ。でも、その安らぎもモラクスに壊された。そんな古臭い伝説の話よりも早く封印を解除しよう。せっかくヒントがあるんだから、さあさあ。天候は南、陽光は東、絶運は西、計策は北。このヒントがあればお前もわかるだろ。Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Juyun in the west, Jingxi in the north. So north is upwards. Let me check my map. Let me just make this as the center point. Right? Then we are facing, what is this? North, south, east, west, right? Wait, no, this is east and this is west, right?So we go down first, and then east, and then west, and then north, right? So, down, right, left, up. 気を抜きすぎてはダメよ。 Hopefully that's correct. I can't get it there. Okay. 見て、本当に解除できたわ。さすが勝利殿。多少知識があっただけだ。さあ、封じられた秘密を明らかにする時が来た。無用の争いを避けるため。遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう？契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため俺はカウントしなくていい。おい、せっかくのチャンスを諦めるのか？Of course. 俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を当分しろってか？ありえない。それはこっちのセリフよ。潮の魔人の文化財が台無しになるわ。絶対に無理。ふん。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。それは分かった。潮の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。契約に応じてもいいけど、勝利殿、一つ条件があるわ。潮の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。その条件なら受け入れよう。では行こうか。おお。Teleport waypoint unlocked.